はい、皆さんこんにちは。はい、今日はコーチにインタビューをしたいと思います。ちょっと打球音がするんで誰か練習してるかと思います。おっ、ハルコーチが自主練習です。実はハルコーチ結構一人でサーブ練習とか自主練結構してるんですよね。突撃しましょう。あ、こんにちは。あ、こんにちは。どうも。結構自主練してますよね。はい、サーブっていうよりか自分でボール落として打ってる方が多いですね。はい、してますね。ね、ちょこちょこなんかお一人でボール使って見るんで、いやー、はい、ちょっとさすがすごい尊敬です。思ってないやろ。いやなんか、はい、ありがとうございます。結構好きなんでやってます。はい、ちょっと練習中申し訳ないんですけど、なんかちょっとコーチのインタビューをぜひハルコーチにもそろそろ撮らせていただいたらと思うんですけど。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃああともう4か5打ってからで大丈夫。4か5、はい、全部打ってからで大丈夫なんで。全然打ってねえ、まだ、はい、お待ちしております。まだあるっしょ。いや、もっとやっちゃってください。あ、いや、もう大丈夫です。あ、2球ぐらいで。はい、全部打ってからで。あ、はい。よろしくお願いします。はい、ハルコーチ、お時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあすみません、改めましてお名前からお願いします。はい、ハルユウキと言います。はい、なんかニックネームとか呼ばれたい名前とかなんかあります？呼ばれたい名前は、まああの新庄監督みたいなビッグボスっていうかっこいいネーミングが欲しいなと思ってるんですけど。ビッグボス、ああ、でも今もだいぶビッグボスだと僕は思いますよ。違う意味のビッグボスになっちゃうんで。はい、なんか今呼ばれてるのとかあります？そうですね、まあ誠に不本意ではございますが、ジュニアの子から、まあ、ゆうきくんって呼ばれてますね。下の名前でなんか呼ばれてますね。ああ、はい。でも多分まあ名字もそんな春って名字ね少ないかもしれないですからね。そうですね、はい。でもすごいね、ジュニアの子と仲がいいっていうのがすごい伝わっていいと思います。ああ、そうですか、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ誕生日いつですか？誕生日は2月の27日です。27日。おお、今撮影日12月なんでもうちょっとですね。はい、プレゼント待ってます。山内コーチ。はい、ということで出身はどちらになりますか？出身は埼玉県になります。おお、埼玉、はい、何市ですか？加須市です。結構知らない人の多いかもしれない。僕今初めて聞きましたね。ちょっと後で調べておきます。はい、絶対調べないですよね。ちゃんとやります、ね。はい、はい、じゃあ使ってるラケットやガットを教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、使ってるラケットは、バボラの、ピュアダイブの VS っていうラケットを使ってます。はい、ガットは、ヨネックスのレブを使ってます。あ、はい、あ、レブ僕と同じですね。あ、そうなんですか。はい、僕も今、はい、使って。あ、奇遇ですね。はい、仲いいですね。いや、仲いいかわかんないです、また別問題なんですけど。はい、はい、じゃあちなみに好きなメーカーとかってあります？好きなメーカーはそうですね、昔一応でもバボラは多く使ってたから。はい、でもまあヨネックスとかいろいろ使ってたんですけど、まあバボラが一番好きかな。はい、ガットはバボラにはしないんですか？昔はバボラでした。あ、はい、まあ、今いろいろ試し中っていう。まあそうですね、今いろいろ試し中ですね。はいはいはい、はい、じゃあちなみにスポーツ歴はあります？スポーツ歴は野球を、まあ、中学3年か、いや、テニスを一応高校からまあ始めたっていうのは正しい表現かもしれないですが、はい、まあ、高校から始めたとしたらもう約20年になりますね。はい、野球はもう3年間だけだったんですか？野球は3年間で燃え尽きちゃいましたね。いや、なんかあの野球ってなんかイメージ、少年野球で小学生までやってその後中学生みたいなイメージがあるんで、はい、中学から野球始めるってなんか新鮮な感じしました。そうですね、まあ、ちょっとこう親の影響もありアニメの影響もあって始めたんですけど、はい、で3年間やりきったと、まあ、壮絶な3年間だったんで、はい、また後日聞きますね。はいはい、じゃあコーチ歴ってどのぐらいなんですか？コーチ歴は今年で17年。17年、そうです、17年になります。はい、
テニス歴20年でコーチ歴17年ってもう結構テニス始めてからすぐ始めたぐらいなんですね。そうですね、はい、結構すぐ始めましたね。はい、じゃあそのテニスを始めたきっかけって何ですか？もともとテニスをやってみたいっていうのはずっとあって、ただまあ野球、ソフトテニスしか中学がなかったので、まあ、野球部入ったんですけど、弟がソフトテニスを先に始めて、でそこから、まあ、弟がこう県でこう活躍して、まあ、県2位ぐらいになったんですかね、はい、でそういうのを見て、まあ、ちょっとこうテニス自分もやってみたいなって言って始めたのが、まあ、きっかけですかね。あ、親とかじゃなくてあえて弟なんですね。弟が、はい、親はテニスの手の字もなかったですそういうパターン、はい、はい、じゃあ好きな選手とかいらっしゃいます？好きな選手は、昔いた、ギレルモ・コリアっていう選手なんですけど、はい、全仏オープン決勝で痙攣して、もう優勝候補筆頭だったんですけど、うん、まあ、優勝できなかったんです。結局決勝で痙攣を起こして2セットアップから逆転されて負けちゃったのかな、はい、だったんですけど、やっぱあの諦めない姿とか、やっぱこうボール追いかける姿と、あと打ち方がすごい好きで、すごいよく真似してた覚えがあります。はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問に行きます。じゃあ休日の過ごし方などありますか？休日は、結構子供と公園に行って野球してます。お、まあ、ラケットでノックしてますお子さん野球やってらっしゃるんですか？子供2人とも野球やってます、ね。お、はい、お子さんおいくつなんですか？8歳と6歳。お、はい、育ち盛りで。育ち盛りで、ね、後で写真見せてください。はいはい、じゃあ趣味とかあります？趣味ですか？趣味は意外と本読むことは好きで、お風呂場とかで本読んでます、濡れないように。僕それめっちゃ怖くてできないさなんか最近読んだおすすめの本とかあります？ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、今ちょうど読んでるのが問題解決の方法みたいな、はいはいはい、の本をちょっと最近読んでます。ちょっと今度お貸しください。絶対悪いですよね。いや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 。はい、じゃあちょっと系統変わった質問でね。じゃあ好きな芸能人とかいらっしゃいます？好きな芸能人は昔から2人、基本的に。はい。沢尻エリカさんと、黒木メイサさん。ああ、綺麗な感じの。綺麗な感じの。はい。で怒られたいっすね。怒られたい。怒られたい。ああ。代わりに怒りましょうか？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？それ違うの、話が。ちょっと別の人探しておきますね。はい。はい、別の人、はい。はい。ね、はい、じゃあなんか好きな異性の仕草とかありますか？好きな異性の仕草。やっぱ怒られるとかですか？仕草って何ですか？仕草か。仕草。まあでも確かに、髪をこうするとか。あんまりこう考えたことないかも。はいはい、じゃあとりあえずまあ怒られるってことにしていきましょう。まあ、怒られるで OK。はい、うん、はい、では質問も最後の方になってきました。はい、ではノアの好きなところを教えてください。はい、ノアの好きなところは、まあ、和気あいあいとしてるところが一番なんですけど、はい、一番はこうテニス界っていうのをすごいこう引っ張るためにこう会社自体が変化 しようとしてるところが一番好きなところです。はい、はい、じゃあこれはもう春コーチ自身がテニスコーチになった理由とかきっかけってございますか？そうですね、高校卒業してから1年間浪人してたんですけど、その時に、少し教わってたコーチから、まあ、テニスコーチしてみないかっていうところで、まあ、テニスコーチ始めたのが、まあ、一番きっかけです。はい、まあ、そこからちょっと浪人中だったんですけど、一切勉強しなくなってテニスばっかり1年間ずっとしてて、まあ、そこからテニスの道に、まあ、入っていったっていうのが、まあ、大きな理由かなと思います。はい、じゃあそのコーチとの出会いが運命を変えたってことですね。
まあそうですね、完全に運命が変わっちゃいましたね。はい、じゃあハルコッチのレッスンのモットーなどあれば教えてください。レッスンのモットーは、はい、一番はそのお客様がやりたいこととか、やってもらいたいことっていうのに答えられるようにしたいなとは思っております。はい、あとはまあこう難しいことでもこう楽しくできるレッスンをしていきたいなといつも心がけております。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではもし自分がレッスンを受ける生徒だったら、溝の口だとどのコーチのレッスン受けたいかとかありますか？はい、僕は深谷コーチのレッスンを、深谷コーチ、はい、受けてみたいなと思ってます。理由などあります？そうですね、やっぱりこうすごいこう細かなところとか自分が考えもしないところまで教えてくれるそうなところとかがなんかちょっと引きつけられるんで、はい、一回レッスン受けてみたいなと思います。はい、では最後見ていただいた皆様に一言お願いします。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。はい、溝の口校はいろんなタイプのコーチがいるんで、はい、ぜひいろんなコーチをレッスン受けてみて、自分に合ったコーチ見つけていただけたらなと思います。はい、本当にいろんなコーチいるんで全員結構違う色のコーチなので、はい、いろいろレッスン受けて楽しんでいただけたらと思います。はい、以上です。はい、春コーチ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆様、次回の動画でまたお会いしましょう。